ございません。そしてたくさんご用意させていただいておりますので、ご安心ください。順番にお受け取りくださいませ。そしてですね、この後店頭へと参りますので、どうぞもう少しですね、こちら、まあ、ステージ側といいますか、スピーカー側にお寄りいただきますと、なお綺麗にイルミネーションをご覧いただけるんではないかと思います。どうぞ皆様、カップを片手にですね、ステージの方にお寄りくださいませ。さて、そもそもボジョレ・ヌーボーというのはどんなワインなのか、皆さんご存知でいらっしゃいますでしょうか。まあ、ご存知の方も多いかと思いますけども、フランス・パリの東南に位置しますブルゴーニュ地方の南部ボジョレー地区で作られている新種のワインのみを言うんだそうですね。夏の終わりに収穫したブドウをその年のうちに仕上げたものなんです。もともとブドウの収穫に感謝して祝うとともに、その年のブドウの作柄、出来を確認するための新種なんだそうで、独特の醸造法で作られるそうなんですよ。そして昨日、まあ、ニュースなどでご覧になった方も多いかもしれませんけども、11月の第3木曜日午前0時ちょうどに、ボジョレ・ヌーボー解禁というわけなんですね。皆様にお配りしております今年のボジョレ、今年はですね、雨の日が少なくて日照時間が長かったんだそうです。なので、お味の方はいかがでしょうか。フレッシュなボジョレらしい味をお楽しみいただけてるんではないかと思います。皆様に本日お飲みいただいてますボジョレ・ヌーボーはドメーヌ・ドゥ・ラ・カランドボジョレ・ヌーボー2016という銘柄となっております。ボジョレー地区ウルイー村の南に位置するサンジュリア村にありますドメーヌ・ドゥ・ラ・カランド、樹齢80年以上の木々を所有する歴史あるワイナリーです。健康的なブドウを